そのだければレース展望ですこの時間は10月10日木曜日の展望を行ってまいります解説は報知新聞倉田正樹さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、3日間連続開催の初日の開催を終えました、まあ 昨日今朝までなんか雨がパラパラっとしたいたみたいでね。そうですね。はい。モババでスタートしましたけども。モババでしたけど、まあ意外にね乾くのが早くてもやめもまで回復しましたんでね。うんまあ明日の重症レースに向けてねもうちょっとねいいコンディションでというふうには思いますけどもまあちょっとうん乾きここからね乾きが鈍くなってくるのでそのあたりまあ最後まで目離せないですけどねババ状態もはい。まあようやく秋の感じになってきたんでその分ね乾きも遅くなるかもしれませそうなりますけどね。ただ気候としては良くなってきました。良 しましたんではい、今<ー>ね、あのこの後二日間もね、あのいい天気でやれそうなのでね。その辺は、うん、あの観戦日和とは言えますけどもね。そうですね。はい、はいえー、それでは、そのその他オータムトロフィー中心に、店舗してまいりますが、番組表です。メイン十一レースに、兵庫三歳三冠の最終戦、第七回のその他オータムトロフィーが組まれております。で、一つ前の十レース、J. R. A. 交流稲川特別、それから、本日の押し馬上げていただきます。 まずはメイン11レースの第七回その他オータムトロフィーです。えー、1700メートル戦です。三歳のオープン、えー。印こうなりました。クラスさんです、えー。まずは。 ちゃんと役者がまず揃ったというところがね。そうですね。はい。うんえー、まあちょっとね登録馬が少なかったんじゃなかなとは思ったんですけども、蓋を開けてみればフルゲートになりましたし、うん、もうちゃんとした主役が、うん、揃いましたのでね。ええー、まあ今年から三冠最終戦になったんですけども、うん、もう本当にそれにふさわしい高メンバーになりましたね。うんうん、はい。うん、新装なった兵庫三冠の最終戦となったその他大田タトロフィー。本命は五番のマルカイグアス。前走は兵庫優秀でねセダ、はい、の頂点に立った馬。しかも八場審さ圧勝でしたからね。そうですね。もうねあの八場 という差を考えてもやっぱりこの、まあ、現状では、ねえーまあ、一歩抜けているかなという感じはしますね、しかも、まあ、ぶつけになるんですけれども、<laughs> まあ、その間の、ね、調整もうまくいったということですしね、えーまあ、本来の力ではなくても、ねまあ、8分ぐらいの力でもまあなんとかしたいというのがまあ陣営の本音だと思いますし、まあそうじゃなくても、ね、仕上がりとしてはまあ悪くはないと思いますので、うんえー、十分力を発揮してくれると思います。はい、距離が、ね、少し短いか なっていうことをおっしゃってましたけど橋本調教師はねそうですねまあ本当にね強い馬だった何メートル走っても確かにねはいまあそういった意味ではああまあ確かに距離は短いというふうに言うまあ感じられるでしょうけどもなんとかねあのカラーの近いを見せつけるんじゃないかなというふうに思いますけどねねダービー馬って言いたいですねそうですねなかなかね優秀という名前変わますのでねーうーんピンとこはないではあるんですけど同じ意味合いですから。はいそうですねもう。 思い切ってダービーに続くね二冠、うん、というふうに見たいですけどね。うんうん、はい。で対抗馬が中盤のウィンディーパレス、その兵庫優勝では一番人気の押されながらご着と初めて敗戦をね期しました。そうですね。まあちょっと現状のレースぶりからいけばまあ花を切った方がいいんじゃないかなというふうに思います。うんまあ今回ねあのクラウドノイズというまあまた手強いライバルがいるんでねそ,で、うん、そのうんまあ金合いが鍵になるんですけども、うん、でもまあ今回内枠引きましたのでねえー、まあなんとか あのー、その差を生かして、ええー、まあ、あの、切っていくんじゃないかなというふうに見てるんですけどもね。ク、うん、ラウドノイズよりうちにいますか、ね。はい。はい。で、三番で評価が四番のプリモロゼ、ヒンバ。まあ、価優紙で十一着の後は、シーワン宣伝練習中という間ですね。そうですね。ええー、まあ、はね、八月一日のね、あの、シーワン戦がもうぶちぎって勝ってましたんでね。う,ん、うん、まあ、この三歳の秋を迎えて、まあ、一際成長したかなという感じはします。うん、まあ、ただ、まあ。 前にいてという感じの、まあ、この馬も、ね、あの作戦に注文がつくのでその辺り、立ち回り一つなんですけど、まあ、安定して、あのー、し,しまい切れますので、ねえー、そういった意味ではまあチャンスはあるんじゃないかなというふうに見てます。はい えー、そしてその後は白三角評価で横並びという感じですね、はいえー、一番のファッシネートパイにまず入っています、クリスタル賞、前哨戦トライアルで勝利を収めた馬です。はいそうですね、まあ、トライアル戦を勝って、えーまあ、転入後2連勝ということでね、えーまあ、こういう力のいる馬場が合うんじゃないかなというふうに感じますし、えーまあ、安城に、ね、高知から赤岡騎士を呼び寄せたというところもね、陣営の意気込みというのを感じますのでね、えー、そういった意味では、まあまあ、このまま侮れない一手だと思います。 はい、で7番、インテンシーボー、そのクリスタルショーでこちら3着でした、堅実派ですね本当に距離問わず、ね、安定して走りますので、えー、そういった意味では、まあ、下原騎士も,もう本当にこのまま手の内を収めてますので、ね、うん、まあ立ちうまく流れに乗ってという形ですけども、一発あってもおかしくないなというふうに最後になりました、白三角12番、往新60、ここで菊水賞はですね、そうですね、えーまあ、菊水賞強かったんですけども、まあ、ちょっと、うん、ゲート再審査が、うん うん、あのちょっと手こずりまして、えー、ちょっと休養という形にはなったんですけども、まあ、本当にねこのゲートさえねスムーズに決まれば、あのーまあ、十分力はあると思いますので、えーまあ、最高なことに最後の。 入れ十二番枠などでねえ最後入れになりますのでねそういった意味ではまあ落ち着いて出ればという感じはしますけどもね広石は今日四勝の傾向ですね玉谷修也も今日二勝勢いはありますねクラウドノイズが逃げる形ですよね多分いや僕はウィンディにしますあそうかここあそうかそれでクラウドノノーマークにしたんでねはいま逆だったらクラウドノイズもあの怖い意図ではありますけどねそうかうちにルームウィンディが先手を取ってそのままいはいわかりましたではフォーカスです。 三連単勝負で五番のマルカイガスが頭で二チャンクのところ十番四番で相手五頭となりました組み合わせ八点その他オータムトロフィー兵庫三冠最終戦四時十五分発送予定ですではジレースいきましょう JR a コリウイナガ特別です八頭立てですえシルシコになりました。 えー、ここ中央勢が、ね、6といるんですけども、はい、地元は帝王棚に本命印です、ね、そうですすねそうまああの1一生クラス相手だったら、まあ、バリバリのオープンバーでもね十分戦えるんじゃないかなと見て、まあ、本命にしました、うん、まあ唯一の不安といえば、ね、距離だと思うんですけれども、まあ、でもそんなにねあの引っかかるようなタイプでもないですし、ねあのまあ、大垣騎手もお、まあ、この馬に関してはあのしもう本当に熟知してますのでね、うん、うまくね本当折り合いをつけて、えーまあ、射程圏内で レース進めるんじゃないかなとうう見てます。まあ実際 J. R. A. 交流戦も一度勝ってますんで、うん、そういった意味では。うん、まあ、この、馬が再び J. R. A. 勢を撃破するんじゃないかなというふうに見てますけどもね。はい。はい、で対抗が中央の K. I.。 メキラででですすすねね全、はい、一緒クラス5着の馬ですそうです、ねえーまあ、そ安定感もありますし、えー、川崎で行われた交流競争でも、まあ、2着なのでね、えー、そういった意味ではあの深い砂にも、ね、十分対応できてますので、えーまあ、逆転があるんだったらこの馬じゃないかなという,ふうに思います、まあレース運びも非常に器用なのでねどこの位置からでも競馬できるというのも強みだと思います3番目、黒三角中央の名村マイケルです。 前走の姉妹の足が良、ねえー、かったのでつぼ、えーまあ、にはまれば、うんまあ、一発あるんじゃないかなといいう,うに見てますで白三角勢ですが2番のアマートカバロにまず1つですねそうですね、えーまあ、ちょっと、ね、あの結果は出てないんですけども、うんまあそれなりに先行力がありますので、ね、意外にこういうい小回りコースで、ね、あの素質が開くという場合もありますので注意は必要だと思います。うん 三番のレイドデザートを中央のミ勝利を買って感覚が開いています。そうですね。ええー、まあ力的にはねあの上位にランクされるんで、すけどちょっとね久々というのがまあどうかなと思って、うん、ええまあ評価下げたんですけども、まあやはり JRA で中で勝ってるというのは大きいと思いますね。うん、はい。で最後の印が七番のスマートハンターこれも中央勢でこちらも三ヶ月間隔空きました。一勝クラスで二着があります。そうですね。ええー、まあクラス的にも十分やれると思いますんでね。このもやはり休み明けがどうかなというだ。 けど、う感じですね。うん、まあ本当にいい接戦だと思います。はい、鞍上は小牧太式手です。これをホワイトフォーカスです。倉田さん、こうなりました。第10レース12着は裏表で5番6番とはい、3。着は4。頭で組み合わせ8点となっています。10レース jra 交流稲川特別発送で、時刻は3時40分です。では、お終馬です。 今日はこれになりました一試レースの四番アラモードジェンヌということでちょっと朝早いレースで申し訳ないんですけども絶対早く起きてやらなきませんねはいまああの復帰戦で二着と力を十分示したのでねまあ二層目でというしっかり決めるんじゃないかなと思ってますはい二着続きにピリオドを打てるかアラモードジェンヌこれを記者の推しまで上げていただきました第一レースは十時四十分発送予定ですここで軍資金をねいわせて目に後半に繋げたいですねはいえ何と言いましてもいろいろと二冠達成 なるか、はい、悲願成就なるかということで,ですね。まあ見応えのあるね、レースのトロフィーですね。まあ本当に三冠最後のレースですよ。ふさわしいレースになると思いますんで、うん、楽しみです。はい、ぜひ上までお楽しみください。え、報知新聞倉田正樹さんともにお送りしました。どうもありがとうございました。失礼します。えー、ご覧のような今後の日程です。重賞が五週連続続きます。引き続きそのだけ場でお楽しみください。